ダンロップ月間オートバイカップジムカーナ2019ラウンド4 B クラス第1ヒートを見ていきましょう。ゼッケン18番 ZRX1100 の池浦選手は序盤の細かいセクションで車重からの大きなサスペンションの動きを抑えながらのライディングですね。一方軽量車のモタードマシンパスクバーナ SM450R の川村選手は上体を大きく先行させて動かすことでマシンをうまくコントロールしますね。ゼッケン14番 ZX10R の新井選手ですが、この後のフリーターンを見てください。鋭い足つきターン決まりました。おっと、2回目はちょっとつんのめりましたが、これはやはりコースの傾斜が原因でマシンを寝かしきれなかったのかな。ゼッケン12番 NSR250R の川崎選手ですが、ちょっとバンク角が足りないですかね。もしかするとフロントタイヤが切れ込むタイミングが早すぎるのかもしれませんね。タイヤが切れるとバイクは寝かせづらくなりますからね。ゼッケン10番 VTR250 の渡辺選手の川の字ですが、1回目は狭い通路内でもマシンを左右にうまく振って出口のターンのきっかけをつかみましたね。2回目はマシンが一瞬立ってしまいましたかね。ゼッケン8番 CRF250R 柳田選手は打角に頼らず大きなボディアクションでマシンを寝かし込んで大きな旋回半径ながらも鋭いターンを連発します。見ていて非常にかっこいいですね。 B クラスではわずか3台の SB 勢の1人ゼッケン6番榎木選手はボディアクションは少ないですけれども、スロットルオンオフ時のサスペンションの動きで丁寧にマシンをコントロールして走らせます。ゼッケン4番 DRZ400SM の井上選手もマシンの自然な動きをうまく引き出して滑らかに走らせますね。高い次元で走る B 級選手ですらまだまだ多種多様な走らせ方があるのが分かりますね。ということで B クラス第1ヒート上位6名を見ていきましょう。まず6位に入ったのはゼッケン5番 KDX220SR の E 選手。ツーストエンジンの中では比較的低回転域で安定したトルクを発揮する KDX の 220cc エンジンはエンブレが弱いことも味方して中速の連続ターンをとてもスムーズに走破しますね。いい選手の巧みなボディーワークにも注目ですよ。タイムは1分33秒200をマークしました。鋭い回転を見せる SV650 の片山選手はいつも B クラスでトップ争いをしているのですが、ここでは5位発進。特に大きくタイムロスをするシーンも見られなかったのですが、リズムに乗り切れなかったのかタイムは32秒551でした。川の字セクションからゴールへの流れるような走りに2本目での大幅タイムアップが期待できますね。ゼッケン9番 DRZ の浜田選手はフロントブレーキをググッとかけてフロントタイヤを一気に切り込んでからの鋭い加速でタイムを削っていきます。フロントタイヤの旋回スピードが尋常じゃなく速いですね。何よりこの動きについていくライダーがただものじゃないですね。惜しくも1ポイントのペナルティがついてしまいましたが、30秒895の生タイムをマークして1本目は4位でした。ダンロップカップクラス3連勝中のゼッケン2番 DRZ の三崎選手、相変わらず見事なまでにブレのないスムーズなライディングを見せます。何よりもサイズに関係なくどのターンでもほとんどスピードが落ちていないように見えますね。むしろ直線よりもターンで加速しているのではないかと思ってしまうほどのスピード感で、第1ヒートは30秒667の好タイムをマークしながらも3位。しかしこの3連続回転とか見てるとめちゃくちゃ速いですね。
川の字も結構コンパクトなラインながら、通路内でラインの制限を受けずにうまく走ってます。中低速ターンばかりの今回のコースではくる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 と鋭いターンをする選手が特に目立ちました。ゼッケン3番木村選手の KX250F も小さな半径のターンでパイロンギリギリを攻めてタイムを削っていきます。大きな打角を生かしてバンク角はやや控えめにして早めに脱出加速に移行していく走りはモタードの武器ですね。川の字セクションでラインの制限を受けてしまったのかペースを崩してしまい終盤で思うようにペースが上がらない様子ながらも30秒335をマークして第1ヒート2位に入りました。そして B クラス第1ヒートでトップタイムをマークしたのはゼッケン1番 NSR の関根選手。スタート直後の連続8の字セクションを NSR らしく深いバンクで滑らかにクリアしていきます。オフセットスラロームではボディアクションをきっかけにした鋭い切り返しでリズムよくパイロンをクリアしていきますね。この辺からのパイロンとの距離かなり注目ですよ。フリーターンでも結構パイロンのそばをかすめていきますね。特にここからの立ち上がり全然膨らまずにですね、3本のパイロンをきれいに舐めていきます。3連続回転を抜けてからのカーノジセクションへと入っていきますが、ここが早かったですね。全部右回りでクリアしましたが、マシンを直立させることなくスピードに乗せてうまくクリアしました。ここでリズムを崩さずにいけると終盤のスラロームも攻めていけます。タイムは1分30秒168と伊崎選手を抑えてのクラス優勝へ向けてまずは第1ヒートを制しました。ゼッケン1番、ただいまのタイム。